先生です。今日も雑談しながら書き方していきます。今日はですね、最強の特化型 YouTuber ということで、私のめちゃくちゃ好きな、なんか個性の強い YouTube をされている方の、お話をしながら、まあ、その人の名前をめちゃくちゃ美しく書くっていう動画です。もう変態級に一つのことを極めている方がいらして、まあその好きな方を今日は3人ね、紹介したいなと思います。一人目は、粘土細工さんです。粘土樹脂っていう素材があるんですけど、それをコネコネされて、いろんなね、作品を作ってらっしゃる方なんですけど、粘土細工スネイルっていうお名前があって、動画内では粘土をこねてる指のドアップが映って、その左手の親指に、親指の爪にね、ちょっと拗ねてる顔のネイルシールを貼られてるんですよ。で、まあ、拗ねてるっていうことと、爪でネイルなので、スネイルっていう名前らしいんですけども、顔がさ、こんな顔なんです。で、なんかこの顔からわかるように、すごいなんか、まあ、適当、なんて言うんだろう、いい感じに程よく気が抜けてて、で、めちゃくちゃうまいんですよ、その粘土細工。完全になんか趣味でされてるらしいんですけど、クオリティはまずとにかくやばいなっていう。はい、粘土細工さんの、まあ、ね、完成ということで。ほんで、まあいろいろ動画上げられてて、星のカービィとか、まあ、ポケモンとか、マリオとか、まあ最近だったら鬼滅とか、のキャラクターを作られてて、まあカービィみたいな可愛いデフォルメ系のね、こういうのも作られるし、もっとなんか人型に近い、かなり精巧なもの、ディズニーのアラジンとかジーニーとか、ああいう顔の造形がかなり難しいものまで作られてるので、もう圧巻ですよ。で、なんといってもですね、粘土細工さんはただうまいだけじゃなくて、ギャグセンスがすごいんですよ。私結構親父ギャグ好きなんですけど、その動画の字幕でダジャレを結構入れてくるんですね。で、一見するとダジャレかどうかわからないぐらい言葉のチョイスがめちゃくちゃうまいものがあって、視聴者のツッコミ待ちみたいな字幕が、まあ、とにかく面白いですね。コメント欄見て初めて、あ、ここがギャグだったんだとか気づいたりするぐらいクオリティがかなり高いので、ちょっとこの後微妙ですかね。ドって難しいんですよね。そんなに縦長にしても気持ち悪いので、これぐらいかな。あとね、発想力がもうズバ抜けてらっしゃるのが本当にもう毎回すごいなって。ヨッシーの卵、ヨッシーがこう卵あるじゃないですか、あの卵のこう殻を突き破ってパーンと出てきている瞬間を粘土細工で表現する動画があるんですけど、その飛び散った卵の殻を空中に浮かせるために、あのストッキングの糸を使って吊るすんですよ。初めて見た時結構衝撃で、まずサムネイルでなんか CG でやってんのかなって思ってたんですけど、そうじゃなくてストッキングの糸に卵の殻を絡ませて作ってらっしゃったんですね。その制作過程がちゃんと見えるので、視聴者はかなりうなったんじゃないでしょうか。で、同じ手法で料理しているミュウツーの様子を粘土細工で表現した作品があるんですけど、それも同じ感じでストッキングで確か吊るしてた気がしますね。糸に粘土を引っ掛けてる状態なので、振動とかで小物が揺れるんですよ。浮いてる感じがしてリアルで、めちゃくちゃ感動しますね。で、結構ね、ポケモンとかをネタにしてるのが多くて、で、なんか一回、ま、登録者数がすごく増えてきたっていうことで、モンスターボールを100個作りながら質問に答えるよっていう動画を上げてらしたんですけど、ちょっと、ザが全然書けないので、ちょっと本気で書きます。こんな感じですね。何の話してたっけ？その、質問に答える企画で、性別はどっちなんですかとか聞かれてたんですけど、なんかそういう個人的な質問には答えられませんって字幕で書いておきながら、一個後の字幕でちゃんと教えてくれるっていう、なんかちょっとエンターテイナー気質なところもあるんですけど、あんまりこう出しゃばりすぎない感じが面白いのかなと思います。で、最近気づいた、爆笑したことがあって、粘土細工さんの動画でね。
YouTube に字幕機能あるじゃないですか。字幕のオンオフっていう機能があるんですけど、その字幕の設定が英語になってて、で一瞬動画の最初に英語がブワーって出るんですけど、コメント欄で翻訳してくださった方がいて、この動画は日本語で全編楽しめます、字幕は全て無意味ですっていう字幕が一瞬出ているそうで、爆笑したみたいな。だからなんていうんですかね、決してこう適当に作ってるわけじゃないと思うんですよ、動画を。でもなんかこう程よく力の抜けた感じで作られているっていうのがね、粘土細工さんの魅力なんじゃないかなって思うんですよ。粘土細工と打てば一瞬で出てきますので、なんかまず一本見てください。ほんとハマると思うんで、めちゃくちゃおすすめですし、大好きですね。はい、粘土細工さんおしまい。次二人目です。いっぱい漢字があるんで書きたくないんですけど、本当は圧倒的不審者の極みさんです。まあもう有名ですけど、あの YouTuber っていうのはもう一個のジャンルとしてできてると思うんですけど、そうじゃなくて無音でも楽しめるジャンルを築いた変態の人っていうのの、まあ、先駆者かなと思ってるんですけど、最近の動画は基本的に音がないじゃないですか。淡々と作業が進んでいくっていう内容ですけど、なんか知らないけど見ちゃうっていう中毒性を持つ、しかもためにならないジャンルっていうのを築いた人がこの人だと思うので、個人的には好きなんですけど、こんな感じかな。隙間とかもだいたい等間隔ぐらいにするとかっこいいかな。もう次の字本当に嫌なんですけど、圧倒的不審者の等、微妙ですねちょっと土が微妙か。もう名前からして狂気ですよねなんか左に寄ってますよね。はい、こんな感じかな。はい、次の字ね。この方をご存じない方は何をしている人かわからないと思うんですけど、何でもね包丁にする人です。何でも包丁にしちゃう人です。例えば紙とか、紙ってペーパーですよ、ゴミとかレジンとかチョコレートとか食べ物もそうだし、ありとあらゆるこの世に存在するものを全部包丁にして研いで、本当に切れる包丁に仕上げてしまう変態ですね。最初見た時もう一瞬でハマって、私はなんかちょっとね昔のニコニコ動画に似た雰囲気を思い出させてくれたというか、どれぐらい昔かっていうとね、そうですね、2010年ぐらいまでのニコ動にたまにいた変態の雰囲気はちょっと感じてすごい好きですね。敵どうですかね。ちょっともうゲシュタルト崩壊してきましたけど、これぐらいですかね。不審者さんのなんかインタビューがね、ネットに前上がってたんですけど、はい、こんな感じです。でそのインタビューの中で、自分はなんかこう一つのことに対して没頭し始めたらもうそれしか見えなくなっちゃってみたいなことを言ってたんですね。あーダメだ、浮かん無理でかいですね。マジでブス、何この字ここ曲がっちゃったな。そう、ここがもうちょっと下に来なきゃダメですね。微妙、今度はここが空きすぎたっていうね、難しいなあ。あーちょっともう分かんなくなっちゃった。このモードに入るとねもう抜け出せないんですよね、しばらく。鬼滅の刃の竈門炭治郎くんの鎌っていう字を書いた動画があるんですけど、その鎌の鎌を書いた時ももう何が美しいか分からなくなっちゃって書けなかったです。で結局ね18テイクかかったんですけど、まあ、これはそんなにはかからないかなと。見るからにブス、あーむずい今までの中では一番マシかなと思うんでこの字でいきますね。はい、不審者の審おしまい。不審者の者、なんか YouTube って比較的ねこう平和な動画を配信されてる方が多い印象なんですよ、個人的には。なんだけどなんかやっぱりこの人に関してはすごい、あ間違えた、狂気を感じますよね、狂気を。ちょっとなんかやべえぞみたいな
で、そのヤバさをね、助長してるのが、多分、声を出してないからだと思うんですよ。さっき紹介した、粘土細川さんも、自身の声は出してないんですけど、BGM ついてるんで、楽しい感じなんですね。だけど、あ、字の解説します。何の話だっけ？そうそう。で、この人の動画はね、BGM ないので、淡々とね、その作業内容だけが書かれていくんですよ。テンポもめちゃくちゃ巧みなので、おもろいんですけど、見た後も見る前も、この動画何だったんだろうっていう気持ちにはなるんですね。なんかその辺の不安になる感じが、中毒性みたいなところですかね。だって、包丁の作り方なんて見ても、何の役にも立たないじゃないですか。そのなんか、役に立たない具合が、おもろいんだと思います。極みという字来ましたよ。あー長期戦の予感する。気変はいいんじゃないかな。気変はほっときます。右だけ、頑張ろう。極めるという字。私はね、好きなことを極めたいなって思うわけ。人生で一個ぐらい。極限の極じゃないですか。極限まで行く。あ、この字よくね。あーでもダメか。ぬがダサいのと、これが右上がりな気がする。次でね、いけるかな。とか言ってたらね、いけないんですよね。微妙かな。ちょっとまだブスだな。自信のない字になってる。どうですか？これ良くないですか？もうこれにしませんか？これにします。ね、この字は、ここがなんかすごい込み入ってるんで、ちょっと下を、と、あと上を開けます。上の横棒はちょっと上に反らせて、下の横棒は気持ち下目がまっすぐぐらいにすると、かっこいいかなと思います。最後、極みの2です。まあ、いいかな。はい。圧倒的不審者の極みさん。あ、びっくりマークか。びっくりマーク。ここまでがね、お名前なので。ぜひね、知らない方はね、見てください。最後の、特化型 YouTuber、ハトムギさんです。まあ、ベタで申し訳ないんですけど、でも本当にね、質の高い動画を上げられてて、大好きなんですよ。このハトムギさん女性なんですけど、可愛いからとか、雰囲気が綺麗だからとか、そういうのじゃなくてね、あの人は視聴者が聞いていて、心地いい音をね、とっても追求されてて、それを丁寧にやってる方なんですよ。だから好きで。この歯どうですか？こことここの高さが揃うようにするとかっこいいと思います。はい、何の話だっけ？あ、でね、音に対するね、こだわりが結構好きで、ハトムギさんの音を聞いてらっしゃる方にしてはもう多分常識なのかもしれないんですけど、日々感動してるのは、そうですね、基本的に4の倍数で、左右をタッピングするんです。ASMR あんま聞かない方ってイメージ湧かないかもしれないんですけど、例えばこのチョークの音を素材にするとしたら、マイクが真ん中にあるとして、このマイクの左側の方で、みたいにして、で、右側の方でも、っていう風に音を鳴らすんですよ。で、ハトムギさんの場合はね、この左右の音の回数が、だいたい4の倍数なんですよ。例えば、これだったら、か、4回4回とか、8回8回とか、まあ、16回16回みたいな感じで交代することが多いんですね。多分それって、なんかランダムに音を鳴らされるよりも、心地いいからなんだと思うんですね。で、なんかその同じ視点で他の ASMR リストの動画を見たんですけど、あんまりこう左右の回数にこだわってらっしゃる方は少なくて、だからなんかこう、ハトムギさんは音の良さもそうだし、長時間聞いていて疲れないかとか、なんかそういう結構視聴者目線の繊細なところまで気を使われてる方かなと思うので、そこの辺の意識の高さみたいなところが結構好きですね。音自体もすごい好きなんですけど、そこまでこだわってるんだっていうのが見つけられるのが面白いかなって思います。ちょっとこれブスだ。結びがでかすぎますね。無ってね、難しいですよね。ほんと嫌い。
形にこだわってるとどん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 字がでかくなってっちゃうんですよ。ひらがなってね、基本的に、まあ、気持ち小さいんですね。漢字が一番大きいんですけど、もっとちっちゃくしなきゃって思うと形が崩れるんですよね。このバランスがね、めちゃくちゃ難しい。まあ、大体でいいですか。無の結びはこう来てね、1、2、3止まって下に行く感じです。で、ここ曲がるけどここまっすぐで、ここまた曲がるっていう感じで、私が一番よく聞くハトムギさんの動画の音はね、プレビューまとめってやつなんですけど、要は200種類ぐらいの音がガーって詰まってるんですね。それがノンストップで流れる動画なので、もう飽きないし心地いいし、ずっと聞いてても疲れないっていうのがハトムギさんの動画の特徴かなと思います。だからすごい好きですね。あと地味に好きなのが、キーボードの打鍵音と、あとね、木が擦れる音、結構ね、柔らかくて心地いいですね。 ASMR の動画は寝れない時に BGM でかけっぱなしにするんですけど、大概なんか冒頭15分ぐらいしか聞けなくて寝ちゃってますけど、あとね、あれもいいですよ。アイスの咀嚼音めっちゃいいですよ。パルムとか、ああいうパキパキなる感じのチョコレートのアイスとかを最初の方で確か食べてたんですけど、薄い氷が割れるようにこう パリパリというかパキパキみたいな音と、飲み込む音とかも結構好きなので、咀嚼音結構おすすめかも。この儀いいんじゃないですか。あーでもどうだろう、ダメだなこれダメでした。あー難しい。はい、これならいいかな。で、あと、はい、これでハトムギさん終了でございます。粘土財官さんと、圧倒的不審者の極みさんとハトムギさんでした。はい、まだ好きな YouTuber さんいらっしゃるので、また別の動画でね、出せたらいいかなと思います。あとこの人の字書いてほしいっていうのがあったら、コメント欄の方でリクエストなどお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、それではね、本日の雑談書き方は以上です。ありがとうございました。